民間棟、イグニス柴田は、新潟県新発田市にある複合施設。新発田市立中央図書館を核とする行政棟と観光協会や店舗が入る民間棟の2棟からなる。施設名称は、新発田駅前複合施設。2013年策定の新発田市中心市街地活性化基本計画において、街の顔として位置づけられ、整備が進められた3施設の一つであり、2016年4月に民間棟が、同年7月3日に行政棟がオープンした。他の2施設である、新発田市役所新庁舎、よりねす柴田、防災公園、アイネス柴田も、同じく2016年度にオープンしている。中心市街地活性化に向けた JR、新発田駅周辺の機能拡充や、同駅前の土地区画整理事業で長らく残っていた、遊休地の活用を目的として建設された。イクは、教育、食育、育児の役割を担う施設、学びに行くところ、そこで学んだことを町へ持っていくという意味を表しており、ねすは柴田の方言である。新発田市立中央図書館を中心に、子どもセンターや市民活動施設などが入っている。2階部分では、民間棟や商店街方面とつながる通路が設けられている。中央図書館は、もともと駅からやや離れた柴田城三の丸跡の行政施設、公共施設が集中するエリアに位置していた市立図書館を移転、リニューアルした形である。蔵書は約20万冊。新発田市観光協会の観光情報センターが1階にあるほか、コンビニエンスストアをはじめとする民間の店舗や学習塾、医療施設などが入っている。また、慶和学園大学の学生寮の機能も持っている。行政棟1階の第1駐車場のほか、近隣の空き地を活用した第2、第3駐車場が設けられている。街中における駐車場としての役割も果たしているが、当施設を利用した場合は、駐車料金が減免される。ありがとうございます。